今年もやってきたでバイクのふるさと。相変わらずとんでもねえ台数で圧巻ですな。あ、白バイだ、どうしようかな、聞いてみようかな。あれ白バイ隊員さんが、はい、走ってる時に喋るじゃないですか。あれって声ってスピーカーから出てる？それそんな気になる？男の子は興味を抱いたら止められないのよ。なんだなんだ、消防団員さん何に群がってんの？赤バイのサイドパニあってこんなもの入ってるんだ。ほほう、こっちは消防ならではの装備が。またがってみたいな。今バイククイズやってます。この中に何が入ってるかっていうバイククイズやってます。当てた方にはまたがれます。またがりにくくなっただろうが。この動画はミニペケちゃんこと GSXS125 にまたがるマグロユッケによる元ブログだよ。ゆっくりしていってね。というわけで皆様おはこんばんちは、マグロユッケと。お、今週は約束通り浜松行くのか。ミニペケちゃんだよ。よろしくね。でさ、そうそう浜松に向かってるんだけどね。うん、どうした？もうね、道中ほぼバイパスだから何も喋ることないのよね。あれま、なんか道の途中にマグロでも落ちてればいいんだけど。どういうこと？というわけで浜松までの道中を全カットするのもあれなので、マグロユッケがミニペケちゃんことこの GSXS125 にまたがり出してちょうど4年ほど。そんなになるのか。距離にして2万キロ強。それはもういろんなところに旅しては数多くの困難や出会いを共にしてきました。そんなミニペケちゃんとの長い長い4年の付き合いを経て、実際に感じたいいこと悪いこと、あーだこうだ伝えていきたいと思ってるよ。悪いことなんて一つもないでしょ。さて、まずは結論から言っちゃうんだけど、総じてミニペケちゃんなどの 125cc は買う価値が大いにあると思うよ。ほらな、まあと入ってもしっかりデメリットもある中での総評だよ。なんだ言ってみろ。まあまあ順を追って感想を言ってくね。まずは今まさに 125cc かそれ以上かで迷ってる人が一番気になる。 125cc って一体どのくらいスピード出るのって話だよ。確かにマグロさんも買う前は車の波に乗れるのかとか結構心配してたよね。そうそう、名前に原付きってつくくらいだし相当心配してたんだけど、初めてミニペケちゃんをバイク屋でレンタルした時、そんな心配は一切吹き飛んだよ。当初はやっぱりパワー不足だったらやだなぁと思って、GSX250R や CB400 スーパーフォアなんかを借りてたりもしたけど、全然走れちゃうのよ 125cc。いや、全然スピード出るよね。うん、びっくりした。無理してスロットル全開にしたりあれやこれやしなくても、余裕で80キロなんかは叩き出せるし、なんなら昔行ったサーキットで100キロを目視で確認して、そこからもまだ余裕がありそうな感じだったよ。まあ日本の公道なんて80キロ出せればどんな道でも通用するしね。ね、鼻から高速道路なんて走れないわけだし、これで十分、むしろ十分すぎるスピードが出せるね。現に今こうやってバイパス道路を邪魔になることもなく走れてるのが証拠だね。そういうこと。はい、続いてはこちら維持費のとにかく安い 125cc だよ。ふむ。まず第一に 250cc を超える排気量のバイクになると、皆さんご存知車検ってもんがあります。ああ。これが大体1回の車検4万から6万ほど。確か、マグロさんの N 番よりも高いんじゃ？そうね、N 番先生が車検費用4万円ちょっとだったから、同じかそれよりも高いくらい。ひええ、バイクなのに軽自動車と同じくらいのお金かかるのか。ゾッとするでしょ。まあしかしそれで言ったら車検のない 250cc 以下のバイクはどうなんだってなるんだけど。確かに車検がないなら 125cc と一緒なんじゃないの。それがことあるごとに 125cc であるがゆえの恩恵があって。ほう。例えば 126cc 以上は数百円の有料道路が30円とかで通れたり。ほほう。例えばバイク屋さんでメンテナンスを依頼するときに、125cc はそれ以上のバイクの半額近い安さだったり。ほほう。126cc 以上のバイクが数万円出して加入する自動車保険も、ファミリーバイク特約っていうもので年間数千円で加入したりできちゃうよ。もう桁が違うんだな。ネットなどで調べると 250cc と 125cc の維持費ってそう大きく変わらないようにも見えるけど、実際乗ってみると、些細なことでも全然かかってくる金額が違ってくるので、250cc クラスを考えてる人は 125cc を候補に入れてみるのも遅くないよ。まあ大きいバイクにすればああやって周りの交通をぶち抜いていくこともできるけど、明らかに一発免停のスピードなので、そんな無法者のパワーが果たしているのかどうかってことだね。まあ下道を走る分に入らないけど、高速道路を走るときはね。そう、そこが4年間乗ってきた中での唯一の残念ポイント。この動画にたどり着いてる人ならもうご存知の通り、125cc 以下のバイクは高速道路に乗ることができません。現代の 125cc バイクたちはどれも、高速道路で波に乗れそうなポテンシャルはありそうなのにね。だがしかし法律がそれを許してくれません。なので例えばみんなで楽しくツーリングに行った帰り道、ちょっと明日仕事が早いって人は高速道路でワークして帰れるけど、我ら 125cc は苦労して走ってきた道を、また下道フルで帰らないといけません。大体ツーリングってどこか目的地があって、そこにたどり着いたら後は帰るだけだもんね。みんなが少しずつ高速道路に姿を消していく中、
淡々と来た道を戻り続ける寂しさは、125cc 以下のバイクに乗ってみないと味わえない。しかし4年も乗ってるとその考え方も逆転してくるものでな。ほう。逆にそこからの帰り道もツーリングが楽しめるわけだ。ああ、マグロさんよくやってるよね。帰り道に田舎を探検してみたり、変に大回りしてお気に入りの広域農道を走りに行ったりね。そうそう、大廃棄量のバイクたちが目的地に着いてさあ帰るかってところを、鼻から帰り道まで楽しむ気で走りに行くっていう考え。明日の仕事なんて考えるな。睡眠欲はバイク欲で補え。明日の自分は明日の自分がどうにかするさ。っていうまさにバイクの楽しさを鬼畜の所要で叩き込んでくれるのが 125cc バイクだよ。というかそんな睡眠時間削るような距離走りに行かなきゃいいんぜ。それが走りたくなっちゃうのが 125cc の怖いところ。先ほどのバイクたちみたいに排気量に物言わせたスピードでぶち抜いていって、アウトローな自分を解き放ちストレスフリーだぜ 100% 的な走りでも、それが楽しいと思えてるならどうぞ自己責任でって感じなんだけど、やっぱりマグロユッケはアップダウン多めの山道を、ミニペケちゃんでせわしく走ってる時が一番楽しいかな。忙しいんだ。アイアムは忙しいって言うとちょっと語弊があるかもだけど、250cc 以上だと3速だけで一山二山越えれちゃうような山道でも、125cc はいい意味で幅広いギアを使って山と戦う必要があります。そう戦う、走るじゃなくて山と真っ向勝負するといった感覚。これは 250cc 以上のバイク乗りにいくら言っても伝わることはないと思うよ。そんなにか。まあ行動でつなぎきて常にバンクセンサー気にしてビーナスラインでセンターラインはみ出して死に急ぐような人は物足りないだろうけど、国内の山道を常識的なスピードで走る分には 125cc って本当に楽しさのその向こう側に行ってると思うよ。レブルとか GSX250R とかエリミネーターとかで山道走ってた時あったじゃん。うん、あの時もじゃあそんな楽しく感じてなかったの？いや、ちゃんと楽しいんだよ。バイクと一体となってカーブを重心傾けて曲がっていく。それだけでも楽しいものは楽しい。バイクで山道は最高。ただそれよりも一つ上の、挑戦する楽しさが味わえるのが 125cc ってことだ。なるほど。あとはこれまで、いろんなバイクをレンタルしたり試乗してきたりしたけど、一番乗ってみて感じてたことは、とにかく扱いやすいっていうこと。軽いしね。そうそう、軽くて取り回しがチャリンコ感覚でできるっていうのもあるし、ミニペケちゃんとか今だと XSR125 とか YZFR125 とか、17インチのタイヤを履いてフルサイズ125スポーツとかって呼ばれたりもするんだけど、それでも 250cc を超えるバイクたちと並ぶとやっぱり一回り小さいんですよ。ちょっとだけどね。ただその一回りの小ささが本当に絶妙な扱いやすさを生み出してて、初心者から女性、それにリターンライダーさんまで、幅広い層が気兼ねなくバイクを楽しめるサイズ感になってるものが多いよ。あとはいい意味でパワーがありすぎないところとかね。あ、そうね。スピードこそ行動では余裕がありすぎるくらいって言ってたんだけど、そもそもの排気量が 250cc の半分しかないので、ちょっと一瞬不意な操作ミスで壁に吸い寄せられるっていうリスクが低いよ。カーブの途中や手前でふっと何かに一瞬気を取られて、アクセルを戻すのが数秒遅れたり、ブレーキが一瞬遅れたり、1秒にも満たないその一瞬でも、125cc と 400cc のバイクだと減速できるまでの距離に雲泥の差があるからね。単独事故のリスクが低いっていうことだね。そういうこと。マグロユッケの名前の由来はその昔、まあ散々 125cc より上のバイクを引き合いにして 125cc の良さを語ってきたから、まるで大きいバイクたちがダメみたいな言い方になっちゃったけど、ご覧の通りここからは自動車専用道になるので、125cc 以下はバイパスから5対3だよ。悲しいな。125cc まで止めれる駐輪場だったり、125cc 以下が通行可だったりする場所もあれば、逆に 126cc 以上じゃないと進入できない有料道路や専用道ってのもたくさんあります。どっちもどっちってことか。そうね。なので上を走っていけるバイクたちは、このまま浜名バイパスに行って絶景を楽しめるけど、逆に下道を余儀なくされる 125cc 以下は、こんな景色を見つけることができたり、綺麗だー。バイパス組が気づけないであろうヤギさんたちに出会えたりもするよ。日向ぼっこしてんのかな、かわいいね。浜松に行くときは彼らに挨拶していかないと始まらんな。とまあマグロユッケのお気持ち解説動画はこのくらいにして、メインのツーリングに戻るよ。今これは、どの辺にいるの？今がだいたいね、静岡県に入ってすぐ、道の駅塩見坂を通り過ぎたくらいだね。お、じゃあもうほんとはともうすぐだ。そうそう、ただ一つすごい残念なお知らせがあって。なんだどうした？今年もバイクのふるさと浜松の会場は浜松オートレース場なんだけど、そのすぐ近くにある浜松城公園で、10時まで朝活カフェがやってるのよね。あ、まさか。そう、ちょっと10時までに浜松城まで行けそうにないよ。あら残念。朝活カフェで朝ごはんとコーヒーでもしばいてから行こうと思ってたのにな。じゃあもう会場直行？するには逆にちょっと早いし、周辺の道路が激混みしてる予感がするのよね。確かに。そこでダミニペケちゃん。7なんだ。まずは適当な2人子でパンとコーヒーを買い、2人は入場無料の弁天島海浜公園へと向かい、
セルフで朝活しちゃうもんね。おーなんかいいな。まあ浜松のツーリングスポットとしては割と定番中の定番なんだけど、みんな釣りをしたりいろんな角度で写真を撮ったり、ちょっとだけ時間を潰すにはもってこいのスポットだよ。いいねー、奥に見える鳥居が弁天島。そうそう、浜名湖の湖上にあって、ちょうどこの日は島への上陸作戦が決行されてたよ。へえ、あんなツアーあるのか。一回行ってみたいよね。うん、楽しそう。てなわけで腹ごしらえが済んだら浜名湖上で渋滞にはまり、全然曲がることのできない交差点にはまり、え、2台しか行けないってどういうこと。そして目的地を目の前にしてお預け渋滞を食らうっていう。散々だな。ほんとギリギリで浜松城公園で朝活とか行こうとしなくてよかった。最悪、朝ごはんも逃してたね。よし、というわけでこの渋滞を抜ければそこはやってきたぜ、バイクのふるさと。おーおー、すごいな、バイクの数。モーターサイクルショーといい勝負なんじゃない。8-8どこが空いてるかな。いいな、その列日陰に止めれてるわ。いや、あそこ止めていいのか。うん、まあ奥の方しか空いてないし歩くか。ふいー、着いた着いたー。お疲れ様。当日はちょうどこの目の前で CBR400R のミーティングが同時開催されてたみたいで、以前岐阜県の青空ベースで声をかけてくれた CBR のりの視聴者さんが声をかけてくれました。マグロさんもよく覚えてたよね。あともうちょっと住んでのところで記憶の底から思い出せてよかったぜ。というわけでオートレースのお客さんと一緒にオートレース場内を突き進み、じゃあ楽しむぞー。おーと、まず第一村人に声をかけられたので粗品押し付けの木、カップヌードルの蓋止めシールが廃止になったし、それ使ってね。そして恒例のバイクのふるさと浜松ステッカーがもらえるみたいなので、会場内くまなく回ってスタンプラリー完遂目指すよ。そしてこういうイベント会場に必ずある白バイの展示、ここでマグロユッケはどうしても白バイ隊員さんに聞いてみたいことがあって。なんだ？あれ、白バイ隊員さんが走ってる時に喋るじゃないですか。あれって声ってスピーカーから出てる？それ、そんな機械？いや、サイレンと同じとこから鳴ってるのかなって。うん、まあ、あとはヘルメットのマイクとバイクのスピーカーは無線でも有線でも繋げられるらしいよ。あ、それはええだわ。大赤バイダイナーまたがらせてもらおうかな。って、あれあれ、一体何を見てそんな湧いてるんですか。どれどれ、あ、バッテリー入ってるんだここ、そして反対側にはなんと消火器が。なんかいいもん見れたね。ね、よし、じゃあそろそろまたがらせてもらおうかな。今バイククイズやってます。この中に何が入ってるかっていうバイククイズやってます。当てた方にはまたがれます。またがりにくくなっただろうが。というわけで今回はここまで。次回はイベントの続きと帰り道のツーリングの様子をお届けするよ。お楽しみにね。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、評価、X フォローよろしくお願いします。ではでは。大谷、これマジでワールドチャンピオンなるんじゃない？